この動画では、イチポチにチェーン2200万編成を組めたので紹介したいと思います。まずは、動画をご覧ください。タイムシ。エスパーダ・ガラクシア。誇張人、トリュウ。面白い。やりおるの。この後、エスタリオラのアビダメがもう1回発動するので、ダメージ的にはかなり余裕があります。まずは、ナルメアにアビを見ていきましょう。1ターンの全体カバウト、5回のカウンター効果、回避ダメージ。被ダメージを 50% カットして一部を反射となっています。つまり、ニアビを使うと、50% の10回多段特殊技をすべてナルメアが受けて、5回カウンターを叩き込むことができます。さらに、主人公のジョブはソルジャーにして、ジョンブーを装備させています。ジョンブーには、ダメージを受けなかった時ターン終了時に4回アビダメが発動する転生をつけています。特殊技はナルメアがすべてかばってくれるので転生のアビダメが必ず発動します。多段アビダメなので EV やビークと非常に相性が良いですしね。また、エスタリオラは奥義を打たないのでチェーン数を減らしつつ、アビダメを叩き込むことができます。ターン終了時と敵が特殊技使用時の2回アビダメが発動します。この編成の注意点は2つほどあります。1つ目は、敵の特殊技は 50% で発動するので、チェンバまでで 50% を超える必要があるということです。オメガケントビンとホーゼでチェンバ上限を上げて 50% を超えやすくしています。シエテを限界超越していればチェンバ上限上げなくても余裕で届きますが、限界超越していない場合はもしかしたらダメージが足りないかもしれません。実際に試していないのでわかりませんが。二つ目は、特殊技でナルメアが死なないようにするということです。HP の LB を振るか、テンペランスを入れておけば落ちることはないと思います。サブ召喚枠が実装されれば、ステータスの低いラファエルをサブに押し込んで、代わりにステージを入れられますしね。ということで、今回はイチポチにチェーン2200万編成を紹介してきました。ちなみに、レイポチさんチェーン2200万編成は以前投稿したので気になる人は見てみてください。新しく風子戦場用の再生リスト作ったので、概要欄に載せておきます。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。